また辰彦さんに生放送でちょっと怖いですが、えー、5年連続 B クラスに沈んだドラゴンズの今シーズンについて、えー、率直なご意見、あまりにも率直すぎるので、率直な感想を伺っていきたいと思いますが、ますまあ、今言ったように、打つ方もだめだったし、うんうん、それからですね、 ピッチャーの方もね、ダメだったんですけども。去年も確かここで思い切りおっしゃいましたね。最下位 B と言いませんでしたね。去年はね。B クラスと言ったですね。今年はもう最初から6位と。それはいいです。それはいいですけど。その原因ですけども、今年の場合はやっぱりね、えぇ、球ですね。与えたフォアボール、デッドボール。これが12球やんで一番多いんですよ。ああ、はいはいはい。 うん、だからね、789で、うん、あの、フォアボール出すと。はい まずね、点が入って負けるパターンな、んですよ、それが。ドラゴンの場合がね。まあそういう結果が非常に多いわけですから。これは、これはやっぱりピッチャーの責任だということが言えると思うんですね。フォアボールはもう与えちゃダメ。フォームランをたれてみるからね、ツースリーだったらね、フォアボールを与えちゃいけないから、フォームランをたれてみるから、まっすぐ真ん中へ投げりゃいいんですよ。僕はあの、現役代も鈴木高さんなんかにね。もうツースリーで困ったら真ん中へ投げなさいと。もうそれが案外成功してると。 いうことなんで、それだけのキャッチャーがですね、同級がなきゃいかんですね。あ<ー>あ逃げて逃げて逃げてフォアボール出してノーアウトで、な8回9回に、<ー>それでバントやられて、それで1点取られて負けパターン。こういうのはどうも多すぎるんですよ。<ー>逃げ、逃げてはダメなんですよ。 <今>キャッチャーのベチ,、ね、チの問題。はい、キャッチャーの問題も出ました。はい、それから打つ方では、はい、その、怪我りも多かったですし、うん、というところで考えると、木村さん、去年、いろいろ、うん、来年に向けての、つまり今年に向けての課題を、いろいろ挙げたんですが、はい、それが一つも解決できないまま今シーズン終わってしまったというような感じですか、じゃあ。まあ、強打だけですね。 ああ、これも新戦力です。これは。はい。僕はですね。まあ、最初に始まる前に黒さんとこの番組で話してね。はい。今日足が速いし、どうですかって言われて、僕はそのキャンプ見た段階ではですね、インコースのボールがね、まだ振り切れないんで、ちょっと問題が残るなという発言がしたと思うんですけどそれをものの見事克服しましたね。インコースも打てるようになって、あれだけになると僕は。 予想が良かったですね。あ、そうです、はいはい。まあ、そういう明るめもありましたけれども、はいはい、しかし、大方のその課題と言われるところが、何も解決できない,そと,そういうと。な、はい、で、木松さんは特に、まあ、キャッチャーでいらっしゃいましたので、はいはい、特にまたキャッチャーについても伺いたいんですが、はい、今年もまたキャッチャー決まりませんでしたね。うん もうね一番ねこの前何回でも言いますけどもキャッチャーが何人も三人も四人も五人も出るようなとこは A クラスはもう絶対ありえないんです。だまず B クラスなんですよね。今年でもだ誰が出たんですか。ほとんど四人も五人も出てるわけですよ。松井ま人それから木下杉山竹山あの最後に加藤が一試合だけ出てますけどもまあまあ四人で回したというような感じなんですね。杉山がですね去年も一昨年もあの一番スタメンマスク多かった杉山が今年その四人の 中では、あのー、一番試合数が少ないと、とにかく打てなかったんですよね。木松さん。僕はね、この杉山をね、うん、今年はもっと活躍すると思ったんだけど、なぜ、はい、打てなかったかという。うん、まあ、全部僕は見てないんで、分かんないんだけども、はい、まあ、僕だったら、もう杉山を、うん、と、最初に使いますね。<ー>それと、今年の場合はね、後半戦ですね。竹山がですね。はい、あれ、出とったでしょう。はい、三面で。なぜ二面、なんなん、選手を使うかなと、えー。どういう意味ですか。 これからの、三十33歳なんですよ。これから伸びるというそういう要素はまずないですわ。ですからもっとね。若手を若手と、まあみんなしかしね、これね、見てるとね、全部25以上なんですよね。そうですね。そういう点では、竹山を何で使って、うまいですよ、これ。だから僕だったらもう7、8、9勝った時のね。 うん。勝って取った時に出すというね。ああ、スタメンではなくて。なくて、スタメンで使うというのはね。かつての大石さんみたいな感じで。そうそうそう。僕にはちょっとね、これ、首脳陣の理解できないですね。ああ、そうです。で、今年ね、そのキャッチャー見てみると、あの、松井正人選手が、出始めの頃は本当にね、ガンガン打ったんですよ。ところがだん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 やっぱり数字下がっていって、結局終わってみると、キャッチャーこれ5人、あの、中日のキャッチャー全体で1割9分6人という打率なんですね、木松さん。他のね、 うん、あの他のセ・リーグ5球団見ると、みんな2割以上超えてるんですよ。うん、それからピッチャーのヒット数見ると、中日は15本しかピッチャーで打ってないんですよ。うん、他はみんな、二十何本とか三十何本いってるんですよ。うん、ということは、どういうことかというと、8番、9番で、うん。うん 相手ピッチェにとっては、中日の8番、9番っていうのは、これ、楽ができるという、そんな形になってしまってたとは言えるんですよね。うんまあ、それは言えますね。うん、うん。ということはもうね、これもう8番、9番になったらね、はい、まあ6回以降になったのもピンチいった、ピンチいったというね、はい、そういう形で回していけばいいんだけども、それもなかなかできなかったような気がするす、ね、そこにまた層の薄さとか、ねさあ。そういうことがあるんですよね。それもあるんですよね。はいはい ということはやっぱり、今年もいろんな課題がまた来年に向けて出ているということは言えるわけですね。まあそういう点でね、キャッチャーを補強しなきゃんというようなね、話も出てますけどね。じゃあ誰を補強するかといってね、ドラゴンズの前もね、あの、島を取りに行ったりね、から、誰だったかな、取りに行ったけども、住民谷かなね。住民ですね。まだ行ったですけどね、それも3人ぐらい行ったけども、ドラゴンズには縁がなかったということなんで。木さん、今年もね、大野、あの、お便りも皆さんからいただいてるんですけど、大野とか、 が FA するんではないかということなんですけど、どうですかね、そういう補強というのは。補強、今言って、FA してもですね、ドラゴンズは人気がないんで、僕は来ないと思うや他のチーム、他かのチームから言いますと、そうなんですよ、この放送ですから、まあ、あんまりドラゴンズ悪口言っちゃいけませんけども、もう私もほとんどあんまり出ませんので、本音言いますけども、みんなドラゴンズには行きたくないって なんかあのあ<ー>僕はあのあの将棋のヒフ <laughs> ヒフミント話してるいる感じでどうこれを立て直していいものを、はいお時間参りましたあ、はいま。ありがとうございます。ね、はい、<ー>それと今年の場合はね後半戦ですね竹山がですね、はい、あれ出とったでしょサ、はい、面でなぜふ面サメなんなん選手を使うかなと思、えー、どういう意味ですか。 これからの、あれ33歳なんですよ。これから伸びるというそういう要素はまずないですわ。ですからもっとね。若手を。若手と、まあみんなしかしね、これね、見てるとね、全部25以上なんですよね。そうですね。そういう点では、竹山を何で使って、うまいですよ、これ。だから僕だったらもう7、8、9勝った時のね。 うん、勝って取った時に出すというね。ああ、スタメンではなくて。なくて、スタメンで使うというのはね。かつての多いさみたいな感じで。そうそうそう。僕にはちょっとね、これ、首脳陣理解できないですね。ああ、そうです。で、今年ね、そのキャッチャー見てみると、あの、松井正人選手が、出始めの頃は本当にね、ガンガン打ったんですよ。ところがだん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 やっぱり数字下がっていって、結局終わってみると、キャッチャーこれ5人、あの、中日のキャッチャー全体で1割9分6人という打率なんですね、木松さん。他のね、 うん、たあの、他のセリーグ5球団見ると、みんな2割以上超えてるんですよ。木又達彦さんに生放送でちょっと怖いですが <laughs>、えー、5年連続 B クラスに沈んだドラゴンズの今シーズンについて、<laughs> えー、率直なご意見、あまりにも率直すぎるのうか思うんですが、皆さん率直な感想を伺っていきたいと思いますが、今言ったように、打つ方も、うん、ダメだったし、うんうん、それからですね、 ピッチャーの方もね、ダメだったんですけども。去年も確かここで思い切りおっしゃいましたね。まあ、最下位 B とは言いませんですね。去年はね。B クラスと言ったですね。え。今年はもう最初から6位と。それはいいです。それはいいですけど。まあ、その原因ですけども、今年の場合はやっぱりね、えぇ、球ですね。与えたフォアボール、デッドボール。これが12球円で一番多いんですよ。ああ、はいはいはい。 うん、だからね、789で、うん、あの、フォアボール出すと。はい まずね、点が入って負けるパターンなんですよ、それが。ドラゴンの場合はね。まあそういう結果が非常に多いわけですから。これは、これはやっぱりピッチャーの責任だということが言えると思うんですね。ホームボールはもう与えちゃダメ。ホームラン打与えてみるからね、ツースリーだったらね、フォアボールを与えるそれからピッチャーのヒット数見ると、中日は15本しかピッチャーで打ってないんですよ。他はみんな20何本とか30何本いってるんですよ。ということはどういうことかというと、8番、9番で、 うん、相手ピッチャーにとっては、中日の8番、9番というのは、これ、楽ができるという、そんな形になってしまってたとは言えるんです、ねうんまあ、それは言えますね。うんうん、ということは、もうね、これ、もう8番、9番になったらね、はい、まあ6回以降になったのもピンチとはピンチヒッというね、はい、そういう形で回していけばいいんだけど、もうそれもなかなかできなかったような気がそこにまた層の薄さとか、ね、さそういうことがああるるんんでですすそれもい、はい ということはやっぱり今年もいろんな課題がまた来年に向けて出ているということは言えるわけですね。まあそういう点でね、キャッチャーを補強しなきゃんというようなね、話も出てますけどね。じゃあ誰を補強するかと言ってね、ドラゴンズの前もね、あの、島を取りに行ったりね、から、れだったかな、取りに行ったけども、住民谷かなですね。ですね。まだ行ったですけどね、それも3人ぐらい行ったけども、ドラゴンズには縁がなかったということなんで。けども縄さん今年もね、大野あの、お便りも皆さんからいただいてるんですけど、 住谷が FA するインコースも打てるようになって、あれだけになると、僕は予想良かったですねあそうです、はいはいまあそういう明るめもありましたけれども、はい、しかし、大方のその課題といわれるところが、何も解決できなとと、はいと。で、木村さんは特に、まあ、キャッチャーでいらっしゃいましたので、はいはい、特にまたキャッチャーについても伺いたいんですが、はい、今年もまたキャッチャー決まりませんでしたね。 もうね、一番ね、この前何回でも言いますけども、キャッチャーが何人、三人も四人も五人も出るような。とこは、A. クラスはもう絶対ありえないんです。だ、まず B. クラスなんですよね。今年でも、だ、誰が出たんですか。ほとんど四人も五人も出とるわけ。ですよ松井正人、それから、木下、杉山、竹山。あの、最後に加藤が一試合だけ出てますけど、まあ、まあ、四人で回したというような感じなんですね。杉山がですね、去年も一昨年も、あの、一番スタメンマスク多かった杉山が、今年、その四人の。 中では、あの、一番試合数が少ないと、とにかく打てなかったんですよね、木松さん。僕はね、この杉山をね、うん、今年はもっと活躍すると思ったんだけど。なぜ、はい、打てなかったかという、うん、まあ、全部僕は見てないんで、わかんないんだけども。はい、まあ、僕だったら、もう杉山を、うん、と。 最初に使います。じゃあいけないから、ホームランを打たれてみるから、まっすぐ真ん中で投げりゃいいんですよ。<ー>僕はあの、現役代も鈴木まさんなんかでね。もう鈴木で困ったら真ん中へ投げなさいと。<ー>もうそれが案外成功してるということなんで、それだけのキャッチャーがですね、同級がなきゃいかんですね。<ー>あ逃,げ逃げて逃げて逃げてフォアボール出してノーアウトで、な8回9回に、<ー>それでバントやられて、それで1点取られて負けパターン。こういうのはどう多すぎるんですよ。<ー>逃げ、逃げてはダメなんですよ。 キャッチャーのャ問題。ッチャーの問題。キャッチャーの問題も出ました。それから打つ方では、その、怪我にも多かったですし、というところで考えると、木間さん、去年、いろいろ、来年に向けての、つまり今年に向けての課題を、いろいろ挙げたんですが、それが一つも解決できないまま、今シーズン終わってしまったというような感じですか、じゃあ。まあ、強打だけですね。 ああ、これも新戦力ですよ、ね。これは、はい。僕はですね、はい、まあ、最初に始まる前に黒さんとこの,この番組で話してね、今日、はい、足が速いし、はい、どうですかって言われて、はい、僕はそのキャンプ見た段階ではですね、はい、インコースのボールがね、まだ振り切れないんで、うん、ちょっと問題が残るなという発言がしたと思うんですけどね。